とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略やっていきましょう。今回のタワー、結構本気で来てますね。制作陣が。本気を出してきてる。なので、頑張っていきます。今日は12階から、次のボスまで、まあ、20階ぐらいかな。やっていきましょう。ここはゴーレムを持っていこうか。久しぶりのゴーレム。おい、はいはいはい。ここね。こんな感じか。いや、でもね、この前半の、この、冬のステージ、あそこがめんどくさかった。うん、ようやくね、冬を抜けれて、やりやすくなったかな。あそこはもう本当にね、動きづらくてしょうがなかったね。ちょっと待って。おー、いや、多くない敵。ちょっと待てよ。ちょっと敵多いし、僕めちゃくちゃ来るし、これめっちゃ待てめっちゃ強いぐらいすごいな。いや、敵の数やらなんやらがさ、いや、すごいよ本当に。今回よし、クリアです。ゴーレム更新できないよね。いや、できるか。あ、できるね。うんうん。更新していこう。で、ドラは絶対必要になるので、ドラは行こう。で、ここね。よかった。あの、雪山のステージじゃなくてよかった。もう本当にね、あの、雪が嫌い。で、ザコは出る。あ、一応出るのね。はいはい。で、虚無剣をね、一応持ってるんですけど、失敗したかな。ちょっとね、羽がないとリーチ短すぎて使いにくいね。うん、リーチ短いっていうのは、まあ、知ってはいたんだけども、ここまでかっていう感じですね。おいおい、結構だな。ちょっと待って。うわぁ、毒ダメージ結構えぐいよ。もう、防具もね、そんなにパワー低くはないと思うんだけど、いや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 、全然ちょっと耐えなくなりつつありますね。OK。これリープリープさえ倒せば、あら、まだいるの？いや、後ろにまだまだいるよ。やばっ。やばい、ゴーレム、あー、いった。ゴーレムやられた。あっちにもまだいる。めんどくせえ。よし、オッケー、倒した。13回クリアですね。いや、すごいね、本当に敵の数が。敵さんがすごく、多いし、強い、めんどくさい敵が、いっぱい配置されてる。あー、根腐れね。あー、ここはいいかな。うん、そのまんま行きます。あー、で、ここか。このステージ嫌いだ。まあ、ゴーレムいればいいか。ゴーレムいて、あー、はい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 、蜂もね、突っ込んでくれればちょっとはマシかな。行ってくれ。これはキノコ欲しい。ゴーレム行け。キノコ欲しいな。キノコがあればね、もうちょっと簡単に行けると思うんだけど。前回前々回で結構キノコがね、出てきてくれたんで、今回も出てきてくれれば嬉しいな。おお、いや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 、まだ敵が出始めてないのに、もうこの HP を。厳しい。あー、ちょっと待て。待って、上に召喚するやつがいる。あいつが上にいると嫌だな。いや、すごいわ。いった。もう。敵の数ともう種類がえぐ。
よし、オッケー。でもまあまあまあいけてるね。次武器がさ、なんかいいのが来たら変えよう。もうダメだわ、虚無剣が。ちょっと使いにくいな。ちょいちょい、ひどいひどい。ちょっと待って、そっちもそっちも。オッケー、まあ、盛り矢筒で商談させていけばまあまあ倒せるけども、それでもなかなか強いぞ。メイス変えようか。うんうん、これメイスに変えよう。メイスはあのすごい強化されて攻撃力すごい上がってるんですよ。なので使いやすいのでメイスでいきましょう。虚無1ぐらいつけとけばいいかな。一応安全のためチェーンだ。あとはいらない。いやー本当にね、ああゴーレムがもうやられる。仕方ないね、ゴーレムはちょっと仕方ない。はいはいはい、 メイス破壊力抜群。最後の一発がとにかく強いんだよね。最後の一撃がものすごいダメージ伸びるようになったんで、そこは使いやすい。うん、もう斧と剣とメイス、おお、メイスがほぼ一緒だったからね。それが差別化されるようになって、まあ、良くなったよね。いやちょっと待って、毒ダメージすごくないか。ある程度減らそう。あー矢がもったいない、矢がもったいない。せっかく出たのに、せっかく出たのに消えちゃうっていうのがもったいないな。うん、スライムはちょっと矢が出やすいので普通に倒そう。おいおい、結構敵の攻撃力が厳しくなってきた。いや、もう倒せ。15回クリアです。いやー安全に行かないと危なくなってきたよ。うん、まあ毒ダメージがね痛すぎるっていうのもあるんだけども、結構厳しい。あークールダウン2か、3300。あー変えてもいいな、変えようか。うん、3300HP あるし、クールダウンが2になるので、うん、だいぶマシかな。無謀は入れない。無謀はさすがに、タワーでは厳しいっしょ。で、16回ね、うん、次のボス商人はいつ出るんだろう。ちょっと気になるところ。よっしゃ。クールダウン多めなんで、ちょっと、おい、ダメージ結構食らうよ。 3300HP あるってしても軽減がないのでちょっとつらいね。 OK、 やばいやばいやばい、やっべ、まさかのクリーパー軍団。矢がね、これだけありゃいい。うん、やば、あぶね、あぶな、クリアでしょ。いや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 、能力はいいんだけどね、耐久がないんでちょっと厳しい。そのままいきます。うん、あーでここね、ここはまあまあまあ何回もやってる場所で慣れてるんで戦いやすいでしょう。まあ敵次第。うわーい、ちょっと待って、ゴーレムがここでやられてほしくはない。できるだけ長くね盾として動いてほしいので、ゴーレムはちょっと守ろう。あ、まあまあクールダウン2だからそこそこ大丈夫か。あ、うんうん、回復も早い、回復早い、10秒ぐらいか、そんぐらいだったらば大丈夫でしょ。ちょっとちょっとちょっと敵えぐいって、ひでえなこれ。よし、なになになんだ、よし、
敵の数よ、ほんと。よし、いけたいけたね。ソウル結構入るから、これ流れ込む魂とか欲しい。ないだろうけど。おし、オッケー。いいね、影はいらないから。森屋ずつ更新だ。まあ、ここも広いから、戦いやすい。変なの出てくんなよ。でもネームド出てきたのは今のところ1体だけ。もういらないからね。通常ステージで本当出てくるガストとかが、おい、はい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 、タワーレイス、ちょっと待て、敵の攻撃が意外と痛い。こんな雑魚でも。やばっ、いって、ナイスパン。パンがここまでありがたいとは。いた、もう矢で行こう、矢で行こう。危ないわ、危ねえ。ナイス、もうほんと矢がたくさん出てきてくれて本当に嬉しい。18回クリア。次商人ですね。あー、ここはゴーレム更新でいこう。ナイス、ナイスだよ。で、次ボス、次が、あ、いや違う、ボスじゃないわ。ここはもちろんこれよ。うん、弓好きなのよ。うん、タワーでは本当に弓がね。あ、そうか、これボーナスショット1入れとけば森の矢筒が一発増えるか。嫌な場所、嫌な場所。ちょっとこれ挟まれないように気をつけていこう。いいね、矢はたくさん出てくる。ほんと矢がたくさん出てきてくれて、うん、枯渇することはないんで、これ今回いいよ、運がいい。矢が出ないときほんと出ないからね。あ、ボーナスショットこれいいわ。あー、なるほど、そうかそうか。うん、弓の中で多分ね、バースト系がボーナスショット一番相性いいかも。いい感じ。キノコ、キノコ欲しい。でもね、下はこれ行きたい、このまま行きたいな。槍だ、槍。あ、ちょっと待て、いや、よくない。槍だ、槍でいきます。はい、ではまだボス出てこないんで、とりあえず21回ここまでクリアしましょう。なんかネームド来そうな気配ある？ OKOKOK 来ないか。いいね、いいよ。おいって、やばいやばいやばい、あぶねえ。いやいや、強化されたゴーレムがやられるレベルで強いか、あいつは。そうかそうかそうか、同じ、まあゴーレムみたいなもんなんだけど。いやいや、戦いにくい場所だね、ほんと。でもネームドが出なかったから OK。じゃあ21回クリアでーす。いやいや、なかなか厳しい戦いになってきましたよ。ということで今日は、12回から22回まで、あ、21回か、クリアしました。なかなか厳しいです。でも面白い。次のボスは何なんでしょうね。では次は22回から30回まで行ってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。